明日の試合は中止になりましたと、昨日の夜ね、クラブのみんなで、まあ、みんなの表情を見てても、まあ、俺らスタッフも明日鹿島でやりたかったなって、それもしかしたら鹿島の選手たちよりホームだしと思ってたところあるし、人生っていうのは物事の考え方一つで、この前俺中野龍馬の話したけど、龍馬のシュートが入ってたら確かにその瞬間っていうのはチームも龍馬もハッピーでしょ。それは実は堕落の始まりだと言えるかもしれない。もしね、龍馬の例を出して申し訳ないけど、彼がそこで満足をしてしまって、その瞬間自分が成長しようという意欲がその瞬間スポイルされるのであれば点が入らなかったと俺は本気で思う。そういう意味でチームの状態がいいから試合をやりたい、チームの状態が悪いから延期したいと、それはナンセンスの話で、逆に言ったら今怪我してる選手というのはこの残り試合が9試合なんで10試合に大きな違い、例えば今ちょっと出場機会ない選手ここで試合やるのか延期されるのか状況によって全然変わるじゃん。で、大事なのはどんな物事が起きてもポジティブに考えられるメンタルを持っておこうと。なかなかそれは難しくて、それってメンタルが強いってことだよね。やっぱり能力だよね、その選手何かが起きた時にネガティブに考えてしまう、ポジティブに考えてしまう。それで言うと俺は昨日中止的だった時に何を考えたかというと、試合と同じスケジュールでこの期間過ごさなきゃいけないなっていう。それで言うと今日の練習、明日の練習っていうのをちゃんと目的を持ってやっていかないと、明日本当はゲームだったし、そのゲームの後に3日間の、フリーの時間も同じように過ごして、過ごしたいし、それはサッカーから離れた時間としてみんなで過ごしてもらいたいから、今日は試合前の準備で本当はセットプレーとかやろうかなと思ってたけど、試合がないのにセットプレーやると怪我するのも怖いからそれはやめる。で、それでいうと今日の1日は真剣にリラックスしてボールと戯れるというか遊ぶというか、そういう1日過ごしてもらって、明日室内なのか外なのか分からないけど肉体的な負荷をかけて3日間の部に、入ってもらうっていうふうにスケジュール決めた。何度も言うけど今我々の置かれている順位というのは全然残留を決まった安心できる順位でもないし、裏を返せば上位に向ける順位である。この期間にすごく自信を持ってやってる選手もいるし、逆にすごく自信をつかみきれない選手もいる。全てみんなここからステップアップする、成長するための時間なんで、今日そういう目的である、で明日しっかり練習するということも含めて試合があるスケジュールと同じような気持ちで動いてるし、難しいよね、当たり前だけど難しいと思う、試合ないんだよ。俺も昨日ちょっと一瞬5分ぐらい気が抜けたような気持ちになって、これじゃダメだなとか、それぞれ自分の時間をちゃんとプロとしてリラックスするときとやるときっていうのにあるし、次の13日のマリノスが試合控えてるし、その後に天皇杯があるし、そこに向けて一瞬でもね、こう顔を下に向けずに顔を上げてこのままやっていくっていうのが今我々ができる一番最大のものなんで、それに向かってしっかりみんなで、なので今日はまあ、日中にアップした後に少しサッカーバレーをやりながら、明日しっかり負荷をかけた練習をやると思います3、2、1、2、3、4、よし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 、
あがきで。うわ。よし。Vai, vai, 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 vai
Thank you.